こんにちは、みーちょーすです。新年明けましておめでとうございます。三が日も過ぎてすっかりお正月気分も抜けたんですが、今年初めての1回目の動画です。2021年はこの手帳で毎日のスケジュール管理をしていました。トラベラーズカンパニーのトラベラーズノートです。リフィルが変えられるので、いろんなノートを自由に挟むことができます。去年もこのダイアリーリフィルに本当にお世話になりました。2021年の思い出や行動がたくさん詰まってます。はい、というわけで今年も2022年の今年の手帳のセットアップから始めます。今回も使用するのは毎年おなじみのトラベラーズノートの月刊ダイアリーリフィル。一冊で1年間の管理ができます。はい、では中身をざっと見ていきましょう。まず最初のページと、次は年間カレンダー、年間スケジュール。ここはね、毎年使いこなせてないんですよね。今年こそはちゃんと使いこなしたいと毎年思ってます。月間スケジュールは2021年の12月から2023年の1月まで。世界地図と時差の表ですね。旅に出た時に役立つ情報が書いてます。次は度量衡換算表とサイズ表、あとトラベルプランなど。空白のページが10ページ。今回もここをどう使うかがメインになってます。最後のページは出国カードみたいな自分の情報を書くページになってます。毎年トラベラーズノートのダイアリーにはテーマがあるんですが、今年は映画とサウンドトラックです。専用のカスタマイズシールも6種類あります。これは今回のセットアップではちょっとしか使わないんですが、まあ1年を通していろんなノートにちょっとずつ使っていきます。今回も先ほどの空白ページと、あと表紙のカスタムをメインにセットアップをしていきます。ではそれでは行ってみよう。まずは表紙作りから始めます。これはダイアリーリフィルに最初からついてるステッカーなんですが、毎年同じ位置に貼ってます。これを貼ると新しい年が始まったって感じがします。こちらはトラベラーズノートのステッカー保存用の専用のリフィルです。ちょっとずついろいろなステッカーを集めています。大好きチョークボーイさんのステッカーです。なるべく使う色を3色くらいに収める感じにするとまとまりがいいので、今回は黒と薄いピンクをメインにしてみました。このクラフト用ボンドが本当にすごいんですよ。あの紙が波打たないし超強力に貼り付きます。木工用ボンドでおなじみの小西株式会社のクラフト用ボンドです。結構ね、何でも貼り付くんですよね。なんか封筒とか、あと厚手の紙とかも全然取れないです。カスタマイズシールに入っていたポケット状のシールです。この真ん中ら辺が粘着がないので、あの貼り付けたところがどこでもポケットとして使えます。これは空白ページの最後のページですね。ここにポケットを作ってダイアリーについてきたガイドを入れておきます。空白ページの最初のページです。ちょっと順番通りに作ってなくて分かりづらかったらすいません。毎年このページには伝記を書いてます。ブレインダンプというページで、今考えている思考整理のためのページなので、頭の中のひらめきをイメージして電球のイラストを描いてます。あ、っていうかこのガラスペンすごくないですか。色化ガラスさんっていう作家さんのものなんですけど、とにかく細くてインクフローが均一で、とにかくすごい。見てください、この線の細さ。
すげー。今回初めて水筆を使ってみました。あのタンクの部分に水が入ってて、押しながらちょっとずつ水を出しながら書くことができます。インクに水が入ったら嫌なので、インクポットにインクを移してます。ちょっと大丈夫かなって心配になるほど水浸しになってますね。ちょっと水加減が難しかったです。しっかり乾かしてから上から書き足しで様子を見ながら書いていきます。このトラベラーズノートは MD 用紙というオリジナルの紙が使われてまして、万年筆のインクが裏抜けしづらいっていうことだったんですけど、なんとこんなに水びっしゃびしゃにして書いても裏抜けはしてませんでした。今使ってるインクは友の浦夕焼けセピアっていうインクなんですが、一色だけしか使ってないんですけど、色の幅が広いのでいろんな表情があって面白いです。はい、では続いてのページです。タスクを月ごとに分けて書くページです。1ページを3等分して1ヶ月ごとのタスクを書くページを作っていきます。最近使い出したラミーのサファリという万年筆です。サファリは均一な線が書きやすいので扱いやすいですよね。それぞれの月の数字を書いていきます。これね、万年筆でゴリ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 塗って書いてたんですけど、時間がかかるし、ペン先の跡が残るし、ペンが痛みそうっていうことで、2ページ見開き書き終わった時点で普通に筆で塗ればいいんだってやっと気がつきました。さすがにインク瓶に筆を突っ込むのは気が引けたので、蓋についてるインクを使ってます。あのね、めちゃめちゃこれが塗りやすかったです。もうなんで気づかなかったんだ、早く。やっぱ広範囲を塗るには筆が一番いいですね。そしてこのインクが乾きが早い。書いてるそばからどん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 乾いてきます。あんまり早く乾くから焦ってしまって、めちゃめちゃ大胆にインクをたっぷりのせましたが、裏抜けしてません。インクはこちらです。完全にジャケ買いをしてしまったんですけど、大成功でしたね。レオナルド・ダ・ヴィンチをイメージしたインクで、ちょっと明るめの濃淡ができるブラウンが素敵で気に入ってます。いやー、すごい、もう乾いてる。乾きが早いと外で持ち歩いて走り書きをした時とかに本当に重宝しますよね。いやー、ページ構成のね、順番を間違えてますね。次は年間のタスクを書き出すページなんですが、月間タスクを振り分けるページの前に来るはずだったので順番を間違えました。去年からここの空白ページの使い方がだいたい固まってきて、バレットジャーナルの作り方をもとに自分でアレンジを加えてタスク管理をしてます。今年はもっとバレットジャーナルの基礎をまず読み込んで、去年うまく機能してなかったことを改善していきたいなと思ってますが、すごい角度で書いてますね。カメラの位置的にまっすぐ書くのが難しくて、あ、ちょっと、おーい、もしもーし。はい、映らないところで書き始めました。すいません。はい、では使い方です。まずブレインダンプで自分の考えてることを見つめ直します。こうやって思いついたことをどんどん書き出していって、またそのために何が必要なのかだったり、思いついたことをこうやって派生して考えていると、なんとなく思考がすっきりとしてきます。自分が今何をやりたくて、でそのために何が必要なのかっていうのがなんとなくこう書いていくことでまとまってきます。そしてページの順番を間違えたんですが、次は年間にやるべきこととかやりたいことタスクをひたすら書き出してきます。そしてその書き出したタスクを何月にやるのかっていうのを振り分けてきます。
そしてその振り分けたタスクを月間で1冊別で作ってるノートに落とし込んでいきます。はい、最後はこのノートの使い方と改善点を書くページと2022年のガイドを挟んでるページです。表紙はとりあえずこんな感じで、ちょっとごちゃついてる気もするんですけど、いつももっとごちゃごちゃっと増えてきます。では一番最初のページのコマドを仕上げていきます。虎年ということで虎をボールペンで描きました。インクは色しずくの七福神シリーズの大黒点という色です。薄く伸ばすと黄色なんですが、インクだまりは綺麗なオレンジになります。線画はね、普通にジェットストリームのあのボールペンで描いたんですけど、万年筆のインクを含ませてもにじんだりとかはしなかったですね。先ほども使った夕焼けセピアでおげ茶の部分を塗っていきます。あー混ざってる。これだけインクを染み込ませて描いたので、あのボールペンに水が染み込んだところはちょっと裏から見ると裏抜けしてました。少しだけど、まあとは言ってもほんのちょっとだったので、やっぱりね MD ペーパーの MD 用紙の優秀さがすごいですね。今回使った万年筆インクは全てあのインク自体は裏抜けしてません。はい、じゃあしっかりと乾かして、はい、できました。完成です。綺麗に塗るってよりかはインクの色の幅とかあの表情の変化を楽しんで塗ってみました。これでね2色だけしか使ってないっていうのがまずすごいですよね。はい、じゃあ最後の仕上げです。このレザータグを付け替えます。あー、このね外す作業がね本当にね毎回時間かかるんですよ。こちらは今年の2022年のレザータグです。上から2020年と2021年、2022年、トラベラーズノートのダイアリーリフィルの先着プレゼントで毎回ゲットしてます。はい、できました。やっとレザータグもつきました。この年間スケジュール帳に自由帳、さらに月間に1冊ずつ作っているスケジュール帳の合計3冊を普段の持ち歩き用にしてますが、もっとこれが知りたいとか気になる点があったらぜひコメントにお願いします。で、今回使ったダイアリーリフィルについての商品紹介の動画は以前あの出してるんですが、まあ、実際に使ってるところとかはこれから撮影しようかなとは思ってます。で、去年から無地のこの10ページの書き方がしっくりきまして、年間と月間でタスク管理をするっていう基礎ができました。ただね、あの立ち止まってしまう時とかこなせてないタスクもあったので、今年はよりバレットジャーナルの基本やあと活用法もいろいろと学んで手帳に活かしたいと考えています。はい、じゃあそれでは最後までご視聴ありがとうございます。また来週くらいにお会いしましょう。またね。じゃあ以上です。最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。